はい、皆さんこんにちは、ネクストビートケントです。今日もよろしくお願いします。で、今日なんですけれども、以前僕がご紹介したコスパ、味、食べやすさ3拍子揃ったプロテインバーっていうものがあったと思います。それがこのシンクシンのプロテインバーなんですけれども、これも美味しくて全部なくなっちゃったんですけど、僕のジムに来てくれてるお客さんとか、あとインスタグラムの DM なんかでも、これに対する高評価のコメントだったりメッセージがすごい多かったの で、他の味もね、もしかしたら美味しいんじゃないか、もっと美味しいんじゃないかと思いまして、今日はこれ以外に2つですね、ブラウニークランチとストロベリー、チョコレートストロベリーっていう、これ2つを買ってみました。なので今日はこれをちょっと食べながらですね、レビューを取っていければいいかなと思います。興味ある方はぜひお付き合いください。以前僕が出した動画で、このクリーミーピーナッツバターがめちゃくちゃうまいっていう話をしました。で、その時にもちょっとお話はしたかもしれないんですけど、簡単にマクロ栄養素をお話ししていくとですね、これはブラウニークランチになるんですけれども、プロテイン、タンパク質が 20g、脂質が 8g で、カーボハイドレート、炭水化物が 24g になります。で、総カロリーが230カロリーです。脂質と炭水化物量で見ると、他のプロテインバーと比較した時にもっといいものはたくさんあるんですね。ただこれのいいところって、先ほどもお話しした通りですね、食べやすさ、コスパ、だいたい1本が170円ぐらいです。もちろんドル円の推移にもよるんですけど、だいたい1本170円ぐらいです。ちなみに僕がいつも推してるこのシンサ6のプロテインバーはだいたい1本240円ぐらいです。1本、まあ、安くても220円以上はしてしまうので、かなりコスパがいいと言えるんではないかなというふうに思うんですね。あとこの大きさがですね、これぐらい違います。見えるかな、こう平行に並べてみるとこのぐらい大きさが違うので、かなりプロテインバーってこう美味しくてもそもそして食べにくかったりとか、パサパサして水欲しくなったりとかすると思うんですけど、これはかなり小さいので手頃に食べれるっていうところがあります。で、味はクリーミーピーナッツバターに関してはめちゃくちゃ美味しかったです。で、今日はねこれをちょっと食べてみながらレビューをしていきたいと思います。で、まずブラウニークランチ味ですね。で、このシンクシンのウェブサイトにはですね、この脂質 8g のうち 2.5g が飽和脂肪酸というふうに記載されているんですけど、その飽和脂肪酸の中で中鎖脂肪酸、要するに体にいいとされている油の割合が多く入ってるよっていうふうに言われてるんですね。多く入ってるのがね、どれぐらい入ってるのか正直書いてないんですよ。まあ多くの中鎖脂肪酸が入ってるっていうふうに言われてます。なのでもしかしたら 2.5g のうちの 1g とか、まあそうですね、ココナッツオイルで 60% なんで、まあ、1g とか 0.5g ぐらいは良くて入ってるのかなと思うところなんですけど、まあ余談でですね、まあ早速食べていきたいと思います。で、こんな感じですね。真っ黒な感じで、まあまあチョコレートブラウニーという感じで、とピーナッツバターとは全然色が違いますね。うん、中にクランチボールみたいなものが入っていて、クエストバーみたいなヌガーっぽい、なんていうんですかね、こう噛み切れないようなタイプと比べると、ちょっとマイプロテインのプロテインクッキーみたいにこうしっとり食べやすいような食感なので、僕はかなりこれ気に入ってます。以前紹介したクリームピーピーナッツバターっていうのは、この中になんかクランチ、小さいボールみたいなクランチが入ってなかったんですけど、これがすごい入ってて、なんか食感が全然違います。なのでクランチ好きな方はかなりこれおすすめですね。甘さに関しては前回の、クリームピーナッツバターよりもちょっと甘いかなとは思います。なのであんまり甘いの、まあプロテイン全般的に甘いと思うんですけれども、あんまり甘いの苦手な方はちょっとどうかなとは思いますが、かなりコスパに優れているので、1本170円ですからね、そう考えるとかなりいいんじゃないかなと思います。コンビニとかで売ってるプロテインバー、ウィダーのプロテインバーありますけど、あれがまあ安くても1本120、30円とかだと思うんですね。あれ 10g じゃないですか。そう考えたら 20g で170円ってかなりお得かなと思います。ね、次チョコレートストロベリー。こっちを食べていきたいと思います。ね、やっぱりね、やっぱり袋のサイズよりもかなり見た目小さいんですよね。これ短いというか、これぐらいですよ。かなり小さいです。で、中はですね、こんな感じですね。チョコレートストロベリーというよりは、なんていうんですかね、これ。もう完全にクリーミーピーナッツバターと同じ色してますね。ストロベリー味のプロテインバーだと結構ピンク色っぽい、着色料っぽい感じの色付けされてるんですけど、これは一切ピンク色みたいな感じはしないです。結構匂いはストロベリーっぽい感じですね。これもクランチボールが入っていて、
かなりサクサクと食べれる。サクサク感で言うと、審査6ほどではないんですけど、ほんとしっとりとしたプロテインクッキーに、なんか中にクランチボールが入ってるみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。すごいイチゴの味が強いかっていう思ったんですけど、全然なんか、そんな強烈なイチゴ感全然なくて、少しだけイチゴの風味がする感じですかね。うん。これはこれでいけると思います。まあ今日この2つ食べてみましたけど、まあ僕の個人的な感想としてはですね、一番美味しかったのは前回食べた、クリーミーピーナッツバターでした。まあ正直に言いますけど、一番美味しかったのはこれです。2番目が、それと同じくらい美味しかったのはこれ。ストロベリーチョコレート、チョコレートストロベリー味。これがまあ2番目。で、あくまで僕の個人的な感想としてはこれが、ちょっと甘かった。ただね、カロリーで言うとこれ230カロリーなんですけど、さっきのチョコレートストロベリー味は240キロカロリーなんで、ちょっと10カロリーぐらいこっちの方が低いんですよね。まあ、そういう意味で言うとこっちの方がいいかと思います。おそらくこのプロテインバーっていうのは、ゴリゴリの減量されている方とか、減量末期の方にはあまり向かない。まあ、炭水化物量と脂質量が少し多いので、そういう方たちに対しては、以前僕が紹介したマクロ栄養素で選ぶプロテインバーっていうところでお話しした上位に入っているものの方が多分いいのかなとは思うんですけれども、やはり味、コスパ、それが食べやすさ、これで見ると、もうかなりスイングスインっていうのは優秀なのかなと思います。今後もね、別の味をトライしていこうと思っております。最近ツイッターとかで話題になっているので、ハレオの青いパッケージのプロテインバー最近発売した抹茶味なんですかね。もし皆さんの中にあれ食べたことがある方がいたらぜひね、レビューをコメント欄に書いていただきたいと思っております。僕もかなりあれ気になってはいるんですけれども、確かタンパク質量が 20g ぐらいなんですよね。値段が400円を超えてるんですよ、1本あたりの値段が。ってなると、箱買いすると5000円ぐらいですか。なると思うんで、プロテインバーとしてはね、2箱買えちゃうと。まあ、2箱、もっと買えちゃいますかね。このスイングスインだったらもっと買えちゃうんで、ちょっとね、高いかなっていうイメージが僕の中であるんですけども、やっぱり味とか内容がどういうものか、あとマクロ栄養素を見る限りもね、そこまでなんていうんですかね、無駄なものは取り除かれてるというか、ゴリゴリの減量向きっていう感じはしなかったので、もし食べたことがある方がいらっしゃったらですね、すごいおすすめでしたとか、感想をね、ぜひコメントに書いていただけたらと思います。今日もこんな感じでざっくりしたお話になってしまいました。で、興味がある方、このスイングスインのプロテインバーに関しては、詳細、詳しい値段だったり、マクロ栄養素、興味がある方はリンク貼っておきますので、そちらからチェックしていただけたらと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こういう動画がいいと思ったり、参考になったら、グッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。インスタグラム、オフィシャルウェブ、オンラインサロンノードなどのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックしてください。今日はですね、これからオンラインサロンの初めてのオフ会ということで、初めてサロンの会員さんと集まってお話をする機会があるので、ちょっと僕も楽しみなんですけれども。まあそんな日曜日でですね、皆さんもですね、おのおの楽しく過ごされていたらいいなといった感じでございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be adverse, but you took the ladder. Sure was to play in the right game, then I was lame, all of the sudden.